木コリの歌はテレビ番組空飛ぶモンティパイソン第一シリーズ第9話の中で放送されたスケッチおよびスケッチ内に登場する歌である。その後、モンティパイソンにより何度も使用されていて、またその都度違う始まり方であり内容は若干違う。歌としての木コリの歌はモンティパイソンのメンバーであるテリー・ジョーンズとマイケル・ペイリンにより作詞され、 音楽家のフレッド・トム・リンソンにより作曲されている。共通のテーマは男役が彼の仕事に満足できず、僕はこの仕事はしたくなかったんだ。僕は、キコリになりたかったんだ。と打ち明ける。そして彼は、熱狂的にキコリの生活の素晴らしさを伝えようとする。木々を飛び越え、など。それから彼は着ていたシャツを脱ぎ、赤いフランネルのキコリらしいシャツをロにする。そして、 ステージ背景に、松の森が出現、木こりであることの素晴らしさについて歌い始める。なんとカナダの木場警察の装いをした男性の、歌い手の集団のバックコーラスまで登場。歌が続くに従って、最初は、まともな木こりを歌っていたが、興奮してきた木こりは、だんだんと女装趣味を露呈してくる。木場警察隊を困惑させ、ついには彼らは愛想を尽かして退場してしまう。 TV 版、空飛ぶモンティパイソンのスケッチにおける歌詞では、男は母親に憧れて、女装を行っているが、その後のモンティパイソンによる映画や舞台での歌詞では、ゲイの父親に憧れて、女装を行う、という歌詞へと変遷している。スケッチの続きでは、そのスケッチに激怒した男が、知り合いの気こりにはその手の趣味はそんなにいない、と抗議文を送っている。モンティパイソンでは、 芸がよく語られる。そのテンポの良さと歌詞の面白さから、モンティパイソンが歌った歌の中でも、とりわけ有名になった。空飛ぶモンティパイソンドイツ版でペーリンはこの曲をドイツ語で歌唱している。なお、ここで歌われるのは、ドイツ民謡風にアレンジがされたものである。映画、モンティパイソンナウでは、死んだオウムの店員が木こりになった。 ライブでもラストを飾る曲として定番となっているが、ハリウッドボール公演のように、ペーリンではなくエリック・アイドルが木こりを演じているバージョンも存在する。モンティパイソン・ライブ・アット・ドラリー・レーンでは、選挙スペシャル、モンティパイソン・ライブ・アット・シティ・センターと、モンティ・パイソン・ライブ・アット・ザ・ハリウッド・ボールでは、教会警察が直前のスケッチである。最近では、元ビートルズのメンバー、 ジョージ・ハリスンの一周喫追悼コンサート、コンサート4ジョージで同曲をペーリンが披露している。同コンサートでは、バックコーラスの森林警備隊役でパイソンズの他アメリカ人俳優のトム・ハンクスが1日限りの特別メンバーとして参加している。ライフ・オブ・ブライアンを元にしたコメディオペラ、ノット・ザ・メシアのラストでも物語とは関係なく演じられた。 ピラトスを特約のペーリンが突然服を脱ぎ捨てこの曲を歌った。パイソンズの最後のライブ、モンティ・パイソン復活ライブでは前半の半ばで演じられた。直前のスケッチは職業カウンセラーである。ありがとうございます。